皆様ごきげんよう。ごきげんよう皆様。大変私事ではございますが、私本日2021年5月15日をもちまして26歳になりました。イエイ。ブンブン。ということで、こちらなんと隣にいらっしゃるまやさんが道路で誕生日プレゼントを唐突に道路で渡してくれました。あのサプライズを考えるのはとても時間がかかりました。すごくラグジュアリーでした。ありがとうございます。道路で渡されたのは最初で最後だと思います。私も今後ないと思います。ないように気をつけます。反省なさっているということでしょうか。反省をしてます、はい、いや怖いから気につけられたくないな。もう恋の心にはもう気がついちゃってんだよね。ってことで話が全く進みませんが本題に入りましょう。本題に入りましょう。まずはこの誕生日プレゼントを開封していきたいと思います。イエイ。まずはババーン。ババーン。私たちが大好きな名探偵コナンの新一虎の山椒香る恋カレー。ここにもなんと新一が以上ついてます。そうです。バロバロ。これ多分バロって言ってるところじゃない。バロ。でもこっちもバロって言ってる。バロ。どっちもバロ。バロバロ。バロ。はい、めぐれ。ありがとうございます。続きましてこちら黒黒の白な、はい、ちょっとねあのお滑りいたしました。こちらこちらの手紙はね、まあ内緒にしましょうね。こちらちょっと家で涙をこらえながら読んでいただいて、はい、読みます。涙が溢れる作品になってます。ありがとうございます。そしてこちらメインディッシュ。そう、本命です。わー、かわいい。私ね、白好きなんですよ。しかもマーヤさんもね、白が好きなんですよね、いつも。そうなの。マーヤの机の上にね、白の温泉が置いてありますね。今どっか行ったやつね、移動してあります。もう飽きたのか。それでは開けていきます。このご祝儀みたいなパチンパチン。あ、まだ中身ではない。もう一回開けましょう。あ、マトリョーシカみたいな。もう一回開けましょう。それではオープン。ドゥ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 。こちらはクレンジングでございます。待って、皆さん、私は常々マーヤさんにやっぱり化粧品って塗るのよりも落とす方が、うん、そうそうだよっていう話を。え、なんとね、こちらね、白の中でも一番高いお値段ではないんですけどちょっとお値段の話はちょっとノーノーということで。え、嬉しい、めっちゃ嬉しい。そう、クレンジングにね、私最近ね、ちょっと嗅がして。あんちょっと失礼します。あめっちゃいるよ。すいません、隣人がおりますので失礼いたしました。ことが行われてると思って。すごい、めっちゃいい。え、これどうやって使うの？ね、これはですね、うん、1回の使用につきこのぐらい、まあ、10円玉ぐらい、うん、10円玉ぐらいを使って、まあ、一旦肌に全部塗ると、うんうんうん、でその後に塗る眉をなんかちょっと顔にパッ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 てかけるんだって。でそれで普通に落とせば、その後の洗顔もいらないそうで、お忙しい方にはおすすめですと言われて、なるほどって思って。いやでも私クレンジングで本当に凝りたいと思ってさ、いつも言ってたから、やっぱそういったことがさすが友って感じですよ。話を聞いている。そうちょっとね、言ったことも私は忘れないよ。サプライズの達人。ということで本日は。なんか滑ったみたいになって今のは息合わなすぎ、今のは息合わなかと思ってて、もう解散しようか。プレゼントももらったことだしサプライズもしてもらったし、もう言わなしということでということで本日はマーヤさんがとっても素敵なお誕生日を祝ってくれました。いえいえ、誕生日ありがとうございます。皆様ごきげんよう。では